よし、あの先に何がある。まあハデスが待ってるんだろうけど、おお、かっこいい演出。どうなる。お、登っていった。でもなんか怖い雰囲気ではないね。そっか、ヘラクレスが向かったゼウスがいるところだね。わ、すごい。ここが展開。展開まで来ちゃった。すごいところだね。うんうん。お、殺し屋。殺し屋も違う。わ、なんでハートレスさんがいるんですか。しかも半端ない量だぞ。お、これやるの。大変だ。おいでででででで。マジかよ。お、トリニティラッシュ、フィニッシュ、ウェイ。ちょっとポーションいいっすか。よいしょ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 。もうもうもう、ぐちょぐちょでもいいから攻撃するしかない。よいしょよいしょ。最後はゴリ押しだったな。なんとかやっつけたぜ。お、シュートフロー出ました。シュートフロー、これですね。シュートフローを使うと敵を対中にロックオンし、たくさんの敵を一斉に攻撃できます。R で、ロックオンして、ロックされたら丸でシュートフローを放つと、技を装備して、お、キーブレードによって変わるんだ。またマックスまでロックオンするとより強力な技を放ちます。フォーカスゲージについて、シュートフローを使用するとフォーカスゲージが消費され、なくなるとシュートフローを使用できなくなりますので、気をつけましょうということですね。展開。もっと上に行くのか。ちょっとアイテムを回収しようかな。さあ、アイテムも回収したので、無駄に広くて時間がかかっちゃいましたね。この音楽はいつものオリンポスのコロシアムの音楽ですね。いや、懐かしい。こういうのが鳴ってくれるとちょっと嬉しい。おお、アイテムがある、アイテムがある。よし。フローライトですね。おお、これも壊せる。よしよし。ほんで、上にどん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 進んでいって、ヘラクレスの元に行くと。でもきっと、ヘラクレス、ゼウスがいるところに、お、出た、出た。で、ここでやってみましょう。シュートロック。ヘイ、マックス。うおー、これですね、シュートロック。あんま強くないな。あんま強くない。思ったよりも攻撃が出なかったですね、火力が。はい、はい。よし、コーヒーボンバー行ってみようか。はい、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 コーヒーボンバーが出なかったので、普通の攻撃でいくぜ。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。はい、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 はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こらら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 らいなくなっちゃった。やっつけたのか。あ、なんだこれ。あ、何もなかった。で、どんどん奥に進んでいくと。お、セーブポイントがあるね。ところばこう。あ、これはおそらく、マップ。展開の地図ですね。あ、結構いるんでんな。どっちに進んでいこうかな。こっちはこっちでいろいろありそうだし、あっちもあっちで。こっち行ってみましょうか。お、なんだろう、これは。何かに続いているようにも見えるか。こっちの方角、お、宝箱があるじゃん。よし、ミスリルもかけろ。おお、すごいすごいすごい。自動で運転してくる。あ、流れされてます。こっちは、進め。お、進め、無理くり進められる。よいしょ。あ、でもなんもないね。こっちが、ああ、ああ、ああ。え、落ちて大丈夫？わあ。え、大丈夫、大丈夫。おお、火事工房。え、意図せずこんなとこに来ちゃったけど、大丈夫？うわ、すごいな。
でも全然誰もいないな。うん、そうだね。なんかイベントが発生する。お、調べる。お、なんでそれがそういうもんだってわかるんだよ。なるほど。これで、火を落とすところを決めて、おお。え？お、これでいいのか？フィニッシュ。はい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 。おーおーおお。なんかできた。おお。何ができる？ミッキーマーク。ん？お、騎士の盾プラス。やった。あ、もう出来上がった後なのね。で、グーフィーに騎士の盾プラス。え、めっちゃええやん。非耐性がつくんだね。あ、しかも、二つの、アビリティが手に入ったってことでもない。あ、そういう特性があるよってことか。へぇ、ヴァンガードって何？あ、アイテムのとこで見れたりするのかな？うん、特に見れなかったっす。ほんで、お、特殊レールスライド。これが、あ、なんか、乗れるやつですね。よし、乗ってみようか。ほう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 。あ、これで、シューティングゲームですね、完全に。ほう。あ、戻ってきた。お、ここは戻ってきたというか、新しい場所。おわ、いっぱい出てきちまった。はい、はい、はい。うわー、こいつら、嫌だよ。すげー戦いにくいんだよ、お前たち。うわ、いっぱいな。よし。よし。はい、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 はい。よいしょ。よいしょ。一掃したね。うん。オッケー。なんだあれ。うわ、なんだ。え、ちょっとやばいことになってるじゃないですか。頂上に急がなきゃいけない感じですね。なんかあのロックオンみたいな感じのエフェクトない。お、イベント発生。これで上まで。ん？これで上まで。アスレチックフローについて、はあ、シュートロックで敵や地形を照準に収めた状態で、四角を押すとその地点に、高速移動するアスレチックフローが発動。アスレチックフローはシュートフローとは異なりや。なるほど。フォーカスゲージを消費しませんと。お、なんか新たなアクションが。おー、これで？あ、これでいけるんだ。へえ。ただちょっとこっち行く前にちょっとこっちの方見てみたいな。あー、でもなんもないね。だからやはりこっちに進む必要がありそうだな。よし、でちょっとやってみましょう。シュートロックで、収めてアスレチックフロー。え、どういうこと？乗れたいの？ほっ、あーっ、え、どういうこと？え、わかんない。あそこだよね。あ、着いた。こういうことか。お、ここは？ん？なんだこれは。通じない。さらに上ってこと？あそこか。なるほど。今度はあそこを目指す感じですね。アスレチックフロー。はい。おーし。はいはいはい。なんと、やっと意味が分かったよ。宝箱ですね。ポーション。よしよし。で、これでどん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 上を目指していくわけだ。次はどこだ？あそこだな。うわ、
明らかに闇深き場所がありますね。アセチクロほいほいほい、よし到着。お、セーブポイント、セーブしておきましょう。さあいよいよ、うわー、アイスタイタンじゃないですか、あそこにいるのは。で、うっすらとハデスが見えますね。よし、ここは決戦だな。どうなる。うわー、めっちゃ、でもヘラクレス、さすがヒーロー。うわ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 、あ、ゼウスが。大丈夫かよ。今日から俺がボスなんだ。そういう悪だくみか、ハデス。されるのはまだ早いぞ、ハデス。来た、ヘラクレス。あ、ごめん。俺たちもいるぞ。そうです。来たぞ。やっつけたるぜ。よし。どうする？いや、かっこいいな、ヘラクレス。お、お、助けてくれたんだ。よし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 。こっちの方に。おお、怒った怒った。いや、ちょっと2体、うわ、竜巻もゴーレムなんだね。うわうわ、3体同時。どうする？ソラ、ドナルド、グーフィー、ヘラクレス、かっこいい。一緒に。3体同時、めちゃくちゃきつ。よし、行こう。うわ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 、タイタン族を倒せ。まず、おお、し、おお、シュートロック、あ、キングオブハート、シュートロック。おお、ここは、あ、登れるね。で、こうやって、まだちょっと火からいきますか、なんとなく。はい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 、連続攻撃。よしよし。ほっ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 。うわ。いけ。おお、すごい。よしよし。セカンドホーム。うん。よし。なんか見えないけどうまくいってる。よし。連続攻撃だ。よし、ターンインパクト。ほっ。よし。はい。キレ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 、よし、お、結構でも、よし、よし、技がスニックレイブになって、なんとかこのまま切り続けて、おっと、やべ、正面ついてきた。こら、え、ソニックレイブ、よしよし、メリー、お、アトラクションフロー、メリーゴーランド。中心から光る光のリングが外側のサークルに重なったタイミングで丸を押すと敵を浮かび上がらせて大ダメージを与えることができる。タイミングよく丸を押していくとメリーゴーランドの回転数が上がり、スコアにチェインボーナスが加算されますと。なるほど。中心から広がる光の輪のリングが外側のサークルに重なった時。よくわかんないけどやってみよう。よし、来い。イエーイ、ゴー。え、トゥーファット、よし、え、あ、こういうことか。青いやつが出てますね、真ん中から。これが外側に広がった時にエクセレント。よしよしよし、エクセレント、エクセレント、エクセレント、よし、フィニッシュ。よし、炎の魔人の方はだいぶいい感じで削れてますね。なんとか、うわ、ほっ、登っていこう、登って、ほっ、あ、間違った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 、間違いました。よいしょ、おお、うわ、ヒットポイントは大丈夫か。なんとか大丈夫。登って、あ、お前じゃない、お前じゃない、あ、やっつけたことになってんだ。オッケー、次は氷の魔人だ。ほっ、タイタン。結構あれですね、おっかないけど楽勝かもしれない。よし、ゲージをあと一つ、セカンドフォーム。よし、一気に決めるんだ。よし、よし、やー、ラストインパクト。よし、頭を削れ削れ、お、一目でもかなり削れてるな。
よし。でもなんかこんだけ、おし、意外と遅いだったの。でもこんな楽勝なわけないでしょう。ハデス、どう出る？よし。人、氷の、ああ、この台風、タイタン。お、誰か出てきた。あ、ここでの戦闘だね。よし。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわ、どこ行く？うおうわ、やばい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 。なるほど。じゃ、まず、とりあえず近寄れないんですけど。よし。はい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 。うわ、強っ。ヒットポイントは大丈夫か。ヘイ、ソニックレイ。なんか変なタイミング出てしまった。よし、マイティーズ。よし、攻撃削れてる。よし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 、連続攻撃連続攻撃、いいね、この、よし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 、フィニッシュ。よし、あら、よしよしよし、で、ここで、で、飛んだら、おお、やばいやばい、え、お、ステージが変わった。おお、なるほど、これをかわして、かわ、あ、危ない危ない、あ、かわして、あ、一応回避策も取れる。うん、回避を取ってうまくかわして、上からの攻撃とかできるのかな。かわしてかわして、よし、いいぞいいぞ、すごいな。キングダムハーツでめっちゃ面白いっす。で、ここでよし、近づいてアタック、よし、あ、ダメか、よいしょ、おお、いや、正面はきついでしょ、横に回りたい、よし、よし、ヒットポイントは大丈夫か、よし、よし、いいぞ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 、削ってる削ってる削ってる、よし、セカンドフォーム、よし、連続攻撃だ、よし、今のチャンス、相手がひるんでる、キレ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 、おお、どこ行った、すごい空中戦、うわ、火が、おお、やばいやばいやばい、うわ、ポーション、よし、なんとか、え、これどうやってかわせばいいの、よし、スターインパクト、いや、全然当たんないっすよ。よし、近寄って、キレキレキレ、よしよしよし、もうな、切っていくしかないね、よしよしよし、近場にいるときは切りまくって、セカンドホーム、よし、キレ、ダメージを蓄積するんだ、よし、あとワンゲージ、あら、意味ない、いや、これが、あ、そっか、あそこに向かって攻撃すればダメか、はい、いけー、シュートロック、あんまり効かなかった、おー、ちょ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 、よしよし、よし、くらえ、よし、いい感じに削れてきた、よし、ちょっと安全、まあいいか、下に潜り込んで、へい、キングダム、キングダム、あれ、できない、そうか、フォーカスが足りないんだ、うわ、つつつつつ、そっか、この火属性の攻撃が結構あるので、火属性耐性のものをつけてくればよかったですね。よし、安全策で、ここは、あ、氷属性の攻撃もしてくるのか、よし、どこだ、よし、空、今だ、チャンスだ、いけ、このターンでなんとか終わりにしたい、連続攻撃だ、よし、いけいけいけ、あと少し、ゴリ押せ、あと少し、決めろ、よし、しびれるぜ、大胆戦、というか、ポーションを
カスタムで置いとかないときついね。でもまだ生きてるって話？シグバールになっちゃった。うわぁ！やつも出てきた、一番最初のタイタン。4匹。どうする、キキ？また4体？揃っちゃった。大丈夫。今度はヘラクレスも一緒だし。え？もう一人、頼もしい人がいるぞ。誰？あ、なるほど、ゼウス。頼みます、ゼウスさん。筋肉ありがとう息子よ。どういたしまして。よし、これ一気に片付けよう。さて、父の技をよく見てろ。なになに、それ。おお、逃げてく感じ。さすが天界の王ゼウス、かっこいいな。お、お、捕まえた。いや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 。おお、すげえ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 。ああ。ヘラクレス。あ、宇宙の彼方へ。おお。よく、最強の親子だね。よし、どうするハデス。8年だぞ。俺様が。18年も温めてそんな、そんなに温めてたんだ。邪魔してくれたな。お、どうするハデス。もう諦めろって。何度やったってヘラクレスにはかなわないよ。ハデスはやっつけないんだ。世界でおとなしくしててね。優しすぎんだろお前たち。こんな黙って聞いてりゃ俺様をコケにしやがって。ムカつき親子にムカつき幼子に。めっちゃ怒ってる。おなり、お前を始末してやる。アーデス。え？お帰りはあちら。そういうことか。あら、黙って帰んだ。忘れ物だよ。きついね。街を壊したお返しだ。それだけで済むのかよ。覚えてるよ。少なくとも俺は覚えてるぞ。いいキャラだね。おお。ああ、なんとかこれでオリンポスのお話は終わりなのかな。いやあ、面白いな。本当に戻ってきちゃってよかったのか。うん、生まれ故郷なんでしょ。そう、ヘラクレスは神の子なんですけどね、人間としてお父さんとはいつでも会える。生きていくことになってしまったんです。それより大切な人と離れ離れになるのはきっと虚しいことだから。かっこいいな。彼女ですね。だからアイシャドウが濃いんだよ。あそこが僕の居場所だ。うわあ、男。ヘラクレス。ああ、いいね。そうだ、空が聞きたいことの答え。途中だったな。途中途中。うん、いいんだ。きっと誰かに教わるようなことじゃない。うわあ、空分かってんな。ヘラクレスたちのことを見てて分かったよ。助けたい一心。それだけで十分だ。かっこいい空。うん、やっぱりここに来てよかった。ハートが一番ですよね。空のその心があれば失った以上の力を手に入れられる。ありがとう。その時はヘラクレスよりも強くなってるからな。また調子に乗った。よかった。オリンパス。うん、いや、キングダム初よもしれ。お、やった、新しいキングダムチェーン、ヒーローズオリジン。高い攻撃力を秘めたキーブレード。カウンターシールドに変形します。変形、まあ、一応補足しておきますと、空の武器は、キーブレードというんですが、そのキーブレードについている、まあ、チェーンのようなものですね、下についているところ、それを変えることで、キーブレードはその姿を変えて、まあ、いろいろとこう
特殊能力のついたものがあったり、攻撃力が強いものがあったりというふうに変形していきます。まあ、そのうちの一つとして、今回ヒーローズオリジンというのを手に入れたというところでございますね。キーブレードの変形。ソラが手にするキーブレードには形状を変化させることのできるものが存在します。変化する形状はキーブレードごとごとに異なりますと。キーブレード変形中はコンボや魔法などのアクションが変形し、三角ボタンで強力なフィニッシュ攻撃を放しますと。ほほほ。キーブレード変形をすると空のフォームが変化し、あ、なるほど、服装も変わるんだ。専用のアビリティが使えるようになりますと、変化するフォームは変形させたキーブレードによって決まり、防御に特化したフォームや、魔法に特化したフォームなど複数の種類が存在します。楽しみだな、使うの。お、もう一つ出てきた。キーブレード変形、ガードとチャージカウンター。お、これはあれだね。今手に入れたヒーローズオリジンの、説明ですね。ヒーローズオリジンを変形した後、四角ボタンを押し続けると一定時間ガード状態を維持することができますと。敵の攻撃をガードすると盾をチャージします。は。チャージは2段階まで行うことができ、チャージ状態で丸を押すとチャージ段階ごとの専用カウンター。はぁ。今までのガードってシュッと一瞬だったんですけど、今回はこう、ある程度こう、攻撃を受けれるような形で待機してくれるんですね。で、その状態で、1回、2回と、2段階の、段階があって、その段階ごとに、丸ボタンでカウンターが飛び出すということですな。楽しみ。いや、装備してみましょう。はいはい。空で、お、キーブレードの持ち替え。空は所持しているキーブレードを3本まで装備することができる。あ、そうなの？キーブレードを2本以上装備していると、コマンドメニューの戦いを選択した状態で、はぁ、十字キーで、キーブレードの持ち替えをすることができる。キーブレードの持ち替えはコンボ中にも行うことができる。はぁ、コンボの途中で変えることが、状況に応じてキーブレードを持ち替えることで、よりテクニカルなバトルを楽しむことができます。すげぇ。そんなうまくできるかな。これですね。キーブレードの2個目、ヒーローズオリジンです。攻撃力が高いね。あ、魔法力としては、一つ目の、この、キングダムチェーンの方が強い。あ、で、キングダムチェーンだとセカンドフォームにチェンジできると。で、ヒーローズオリジンだと、カウンターシールドが付けれる。まあ、ちょっとこれはね、戦いの中でいろいろやっていきたいと思います。おお、ピート何してんだ。本当に予知書が入ってる箱なんだ。予知書。黒コートのやつに担がれたんじゃ。口を動かさず手を動かすんだよ。予知書というのは、キングダムハーツユニオンクロスで出てくるお話ですね。手がかりのない私たちはどんな情報だろうと確かめる必要があるのさ。ね、そんな数打ち当たるみたいなやり方で。お、見つけちゃった。なんだい、何かあったのかい。勘弁してくれよ。さあ見せてごらんよ。何見つかった。マレフィセント。うわあ、これがハデスが言ってたパンドラの箱だろ。見つけちゃったのか。埋めておしまい。やっと見つけたのに。なんでパンドラの箱と黒い箱は別物。あ、そういうことか。もうこの世界に用はない。パンドラの箱はヘラクレスの映画出てくる箱なのかな。それどうすんの。え、絶対それ、あ、シグバール、なんか悪さ考えてんじゃねえだろうな。鍵がなんだよ。お、今度はここはなんか闇の世界みたいな感じに見えるけど、うわ、かっこいい。ダークワールド、まさに闇の世界ですね。闇の世界ということは出てくるのは、来た、リクとミッキー。